本当にマジで H の原子がいっぱい並んでるの、はい、サポートの上にいい横になります。当然前タッチになったら前、後ろにやったら後ろ。こういう室内用の練習器具がもうあるんですか？作りました。そうなんですか？ね、45度で前足を組まさせて、そのまま膝を落として、膝を落としてください。お立ちになんないんで。膝を落として、そのまま乗ってください。はい、骨盤を前に、前に。骨盤を前に、やったら前に。前に。みんなでランチに来まして、うちの家族が一番こう千葉の保養所で来た時に来るお店、倉川家さん。今日は米食べれるんで、逆にケトジェニックを実践されてる受講生の方がすごい多いんで、その方々の入ってくる米を奪おうかと思ってますね。チキンの何ですか？チキン何が？これスプライトゼロとかもある可能性ありますね。甘さ控えめゼロカロリー。確かに後味が控えめ、炭酸系の飲料って割と砂糖がっつりって甘さが後にある感じがしますけど、僕の自慢の食レポなんか不評なんですけど、いつも人工甘味料を気にする人はやっぱえらいこと入ってるんで、もそうじゃなければ割かし悪くないんじゃないかな。そうですよ、僕は全く気にしなくて、白モンスターとかよく飲みますし、まあそれカフェインが目的とかではそういうことではなくて、味が好きだからって、まあ、大会前とか1週間とか抜いたりするんで、まあ、そこをアクセントというか、まあオフ期とか人工甘味料オフ期みたいなのは人生で一応作ってはいるんで、はい、ありがとうございます。いただきます。ボンボリュームでした。これ先生ぜひご飯をお米ごめん、はい、すいません、本当に待ってましたよ。ありがとうございます。あ、すいません、あ、ステーキにすればよかったかな。そう、見るたびに言うのもあれなんですけど、ね、いい感じのご飯すごいですね。見事にこの宅にこのお店の名物が3種類並んでる。素晴らしい。みたらし団子とか、あの半熟団子系、もう脂質全然ないんでいいっすよね。はい、助かりましたね。大会の直前とかは若干塩入ってるじゃないですか。あ、そこも気になるんですね。あれで入れないの、うん、やっぱ塩入れるとむくむからですか？脂肪が多いからですかね、多分。結局水抜き塩抜きが何で必要かっていうと、はい、絞りが甘いからなんですよ。脂肪に H の原子がいっぱい並んでるんですよ、はい、それが水含んじゃうんですよ。だ、脂肪を落としてれば別に水抜きしようとしないとあんま変わんないんですよ、ドライな感じで。前橋大会の動画とか写真見てるとバリ細そうって思います。堀さん、この前の大会で脂肪何パーセントぐらいだったんですか？いやでも実は5、6%ぐらいあると思うんですよ。体脂肪 10% 切るとなんか僕すごいしんどいんですよ。だから普段は何もない時は 12% から 14% ぐらいでキープしてるんですけど、はい、やっぱしんどくなります。 10% 切ると10% 切るとしんどいですね。スタミナがもう全然違います、ね、関節の保護がないのが怖いところなんですよ。もちろんその分丁寧にやりはするんですけど、はい、まあ、トレーニングって重量を求めるとあかん時もあるじゃないですか。ああいう時弱いですよ、うん。あんま海のことすごくわかんないんですけど、やっぱ気温と水温っていうのは比例するんですか？しないです、あんまり。僕はあんま見ないって見ないんですよ、まあ、入った時に冷たいかどうかみたいな。レッドスーツとか変える人がいるんですよ。まあ、ちなみに影田さんは今日海パンで入ってましたけど、今日は低い方です。今日ヨウさんが途中で寒くて唇紫になって上がってて、動いてないから寒いんですよ。影田さん、いやこの波で動くも何もないみたいなって思って見たんですよ。でもちょっと動いたら暑い、熱中症なるってなるわけないでしょ、ここで。海ですよ、ここって。一緒の車内に乗ると車がマジで寒いです。で、そういうの言うじゃないですか。あ、毛布ありますよ。あ、そっちか、そっちか、そっちかっていう。なんかこの前帰るとき6時間ぐらい乗る予定だったんですね、はい、僕後ろの席で筋トレしてましたから。ゴムチューブでひたすらトレーニングを覚えてなんなら堀さん最初毛布もらった後にもらった毛布全部下田さん
さんが全部使う。あ、そうなんですよ。白モンスターを買いにローソンに寄って、で僕とエイトさんがローソンで買い物して帰ってきたら、下田さんがもう後ろの座席で横になって毛布かこうやってかぶって1、2分ぐらいしかなかったと思うんやけど、この時間でっていう僕の席ないじゃんありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。